妙見寺城の後、豊臣秀吉が建てた、京都市中京区を始考時通り、小川西入る妙見寺は、京都府京都市上京区にある、日蓮宗広本山の寺院。立中が9院ある。日蓮の異名を受け、京都府京中の日蔵が、五代醐天皇より寺領を賜り、妙見寺を建立した。京都における、北家宗の根本をなす寺院となった。その後、 備前法華の祖と仰がれる大閣を排出し、法華宗の発展に大きく寄与することとなった。司会衝動、四条文流と呼ばれる。妙見寺、妙覚寺、律本寺の三寺で、流下の三具足と呼ばれている。現住は六十七世、三田村照正まさ日蔵は、現行元年、今光寺に妙見寺を建立した。なお、死の日老から、日蔵宛の書状には、 綾野工事大宮の工房とあり、現行以前に綾野工事大宮に不況の拠点があったと見られる。建武元年には五代醐天皇より臨時を賜り、直元寺となった。略王四年、皇后院の院前により、史上串家に移転した。下京元年、比叡山主都により、伽覧が破却され、寺は若狭オバマに避難する。明徳四年、足利義満の圧戦により、 三条某門堀川に伽ランを再建し、次号を妙本寺と改めた。欧永十八年には、足利義持の祈願寺となっている。欧永二十年、寺は、比叡山主とにより再び破却され、永正十八年、足利義種の命により、二条西の遠いに再建されている。その前後、永上、大英五郎に次号を妙建寺に戻している。天文五年、 天文法家の乱でガランを消失し、寺は、堺に避難するが、天文11年、小奈良天皇は、法家集紀楽の臨時を下し、堺に避難していた、法家修寺院は相次いで京に戻った。明賢寺は、天文17年、二条西の東院に再建されるが、天正12年、豊臣秀吉の命により、現在地に移転した。そして、 秀吉は妙見寺や土地に二条大妙見寺城を築く。天明八年、天明の大火により消失し、その後再建されている。日蓮宗では、昭和16年に本末を解体したため、現在では、旧本山、旧末寺と呼び習わしている。ありがとうございます。